はい、今乗ってるのはレクサス IS、 ついに出た新型の、IS300H ですね、ハイブリッドモデルです。まあおそらく、IS のね、一番の売れ筋モデルということになると思います。それね、まあ今回まだプロットというかね、まあ、クローズドなんですけども、はい、走り始めました。車種に関してはね、この新しい IS ね、とにかく本当に外観がこんなに変わるのかというぐらいびっくりするぐらい変わりましたね。基本的にマイナーチェンジと言いながら、これまでとね共通の部分、外反に関してはね、実はこのルーフの上側っていうか前半分しかないということなんですね。見える部分で共通なのはそこだけ。もう前から後ろから、タイヤホイール全部変わってます。全長が30mm、全幅が 30mm 増えてて、まあ、前高もね、は低くなってると。で、全幅 30mm 増えて1840までなりましたが、その 15mm、15mm、ね、片側 15mm は実は、ほとんどこのフェンダーに、リアフェンダーに使ってると。もう潔くかっこいい FR プロポーションをね、まあ、強調するものにするぞということで、やってきてると。まあなんかね、しかもねそこに19インチのタイヤホイールを履かせたというのがまあポイントでしょうね。もうすでに、ね、先代デビューの時からちょっと見た目、タイヤちっちゃいなと思ってたんですが、なんかねその時はねプラットフォームの都合でなんかちょっとここが限界だったという話だった気がします。それがね、まあでかいタイヤホイールになってきたということですね。まあ、内装なんかを見ると、まあ、なんか前のイメージは正直引き継いでますよね。ただ、まあね、この辺にパワースイッチがあるとか、その辺の感じ、あとこの辺のねなんとなくのデザインも、変わってないというか継承されてるんですけども、実はねここピアノブラックのパネルなんかは RC と、RC から持ってきてると、このシフト周り全部かな RC のものだそうです。まあ、そうやっていたりとかで、あとはまあここねタッチスクリーンになって手前に来ましたよねとか、この空気、まあ、エアダクトというかね、まあ、そこが、まあ左右のやつがこう円形になったと、まあ、そういうことでこう雰囲気を変えているという感じですね。だから前のモデルに乗ってる人にとっては新鮮味はそんなにないのかもしれないけど、でも確かに違うぞと、扱いやすい慣れた感じで使えるけどでも確かに違うぞみたいなものになってるのかなというふうな気がします。実はこのねタッチパッドなんかもねどんどん使いやすくなってたりと、じわじわと進化してる。でタッチパッド使わなくてももうここね手が自分で届くんで、まあそういうふうに、使うこともね、タッチスクリーンとして使うこともできるというところですね。そして足回り、まあ、これ共通ですけども、まず19インチタイヤホイール、そして、スタッドボルトからハブボルトへの、ね、ホイールの、まあマウント方法の変更というのがありますね。日本車って車体側からスタッドが出てるじゃないですか。そこに穴、ホイールの穴を合わせて上からナットで締めるんですけど、それに比べるとね新しい形は、車体側に穴しか開いてなくてホイールの穴を合わせてそこにこうボルトを締めていく。ナットとボルトじゃなくてボルトなんで、単純に軽くできるし、その分ねボルト側をすごく太くしてあるということで、軽いんだけどしっかり剛性が出ると。だからこのタイヤとこうハブの締結剛性がガクンと上がってるそうなんですね。まあ、そういうところの剛性って大事そうなのはね聞けば分かりますよね。でもそんなにそのハブボルトとスタッドボルトでねそんなに違うのかっていう驚きでしたが、そんなことがね車を良くするっていうことで生産性だとか整備性だとか大きく影響することができてしまう今のレクサスすげーっていう感じしますよね。一部のモデルはソレノイドリニアソレノイドダンパー、使ってますけど、これはね、可変ダンピングのモデルかな、まあ、F スポーツということでねなってます。そしてパワートレイン 2.5 リッターエンジン使ったハイブリッドシステムは実はねハードウェア的には全く一緒ですが、制御がね大きく変わっています。これせっかくなんでじゃあここからはちょっとスポーツモードにしていきます。特にスポーツモードでは、今までちょっとねスポーツにしてもこうレスポンスが鈍いなと、要はまあみんながトヨタハイブリッドで感じてるモワーという感じが出ちゃうよねっていうのがあったと。確か前の IS が初めてねこうシフトマニュアル制御を入れてたんだけど、あんまりそれやっても意味ないねと、
思ってたんですけど、それがね、もうバッテリーのね使い方もすごくノウハウが溜まってきてるし、エンジンもどこまでやっても実はねここまでだったら燃費悪くならないよっていう領域がねしっかりよく見えてということで、それをね余さず使い切るような形にしたんだという話ですね。その結果ハイブリッドでもなんかこうアクセルレスポンスが向上してパワー感もね、まあ、グッと上がったということなんですが、確かにこうやってサーキットで走っててもガッと踏んだ時のついてこない感じがだいぶ薄らぎましたね。だいぶというかなんかもう気にならなくなったと言ってもいいかも。本当にねピュアな FR セダンとしてこうシャシーの出来とかすごくいいですね。あのしなやかでだけどこう切った通り曲がっていくし、なんだろうな、そこのアンダーオーバーみたいなところとかフロントを入れてとリアをどっから踏むとどんな動きをしてみたいなことがすごく分かりやすい車なんですよね。それがこの新型 S のシャシーだと思うんですが、そのシャシーにこうパワートレインがしっかり応えてくれる、ここで踏んで安定させたいなみたいなとかをすごくね、なんだろう、答えてくれる、うん、スポーツセダンにふさわしいハイブリッド心臓にいよいよ慣れたかなという感じがしますね、うん、こういうところのなんかニュートラル感、実は、前のモデルからねこうバッテリーをトランクの下にこの車積んでるんで、リアがまあ重いっちゃ重いんですけど、その分ねなんとなくニュートラル感はあったんですよね。ニュートラルステア感ね、それがねなんか増していて、これ楽しく走れますね。ちょっとリアがイメージとしてはちょっと振り出し加減みたいな感じで、パワーとかアクセルワークでさすがにそれはできないんだけど、その感性をうまく使っていくことでそういう走りもなんかできてしまう。楽しい楽しい、うーん、大きく変わりましたね。はい、なんかねそういう、ハイブリッドスポーツセダンとして、あーニュートラルステアが気持ちいいあの話が途切れちゃうんだけど、あのハイブリッドスポーツセダンとして本当になんか気持ちのいいものに仕上がりました。うん、今までね、まあ、IS のイメージにちょっとパワートレインね、このハイブリッドいいんだけどついてきてなかったとやっぱり言うはざるを得ないかなと思うんですが、それがね今回解消されて、うん、なかなかいい感じになってきましたね。あの新しいエンジンじゃないのかと正直思う人はいっぱいいると思うし、僕もそう思ってたんですけど、いやいや、まあノウハウのあるものだからこそしっかりこうやってなんだろうな、使、ギリギリまで極限までねその旨味を引き出して使うことができたということなんでしょうね。ハイブリッドでも我慢できじゃなくて、スポーツセダンとしていい仕上がりを見せていたと思います。